レッドゼペリンライブの歴史。1970年3月29日、テキサス州ヒューストン大学にありますホフハインツパビリオンというところでのライブでございます。この日の音源は2曲のみとなっておりますが、How many more times、これは聞き応えのあるメドレーとなっております。ロバート・プラントの気の向くままにアドリブをかましていくというような感じの演奏となっております。